はい、皆さんこんにちは、村野聡です。今回はですね、一人一人の子どもたちの音読のボリュームをアップする最も簡単な方法をお伝えします。はい、これまでに音読に関する動画結構撮ってきたんですけども、ふと思い出したんですけども、私がよくやっていた子どもたちの声が小さい時の対処法ですね。でそれについてね、ちょっと思い出しましたので、で今日はお話ししたいなというふうに思います。最も簡単にできる方法です。でこれもですね、基本的には授業の原則を使っていくわけですね。で場面なんですけども、一斉音読の場面を想定します。一斉音読ですね、みんなが教科書を持って立って読むような場面ですね。この中でどのようにして一人一人の音読をボリュームアップするかということなんですね。先生方はこういう時に、なんか子どもたちの声がね、全体的にボソボソちっちゃいなと思った時にですね、どういうふうな指導をして子どもたちの声に張りを作ったりボリュームアップさせたりしてるでしょうか。はい、まあ、私の方法ですね、それはですね、何々何声で音読しなさいっていうふうに言うんですよ。何々何々声で音読しなさい。このマスクのところにね、どんな言葉が入るか、はい、一瞬考えてみてください。1秒ぐらい。はい、では紹介しますね。私はね、こういうふうに言ってきました。隣の子に聞こえる声で音読しなさいです。やはりですね、声を出すときっていうのは場所、地点をね、指定するとね、変わるんですね。前の動画でもね、一番遠い子に聞こえる声で言いなさいとか音読しなさいっていうのは有効だって話をしたと思うんですけども、この場合はですね、隣の子に聞こえる声で音読しなさいですね。これ一斉音読ですからね、みんなが声を出してますので、まあ、とりあえず隣の声聞こえる声が出てればですね、かなり大きな声が出てるっていうことは言えるんですね。ですから私これをよく言いました。ただしこれだけだとね、効果が薄いんですね。これでもね、効果あるんだけども、より効果的にするためにはね、もう一つこの後手が必要です。それはね、これですね、音読後一斉に子どもたちに聞きます。子どもたちに一斉に何か聞くんですよ。何を聞きますかね。何を聞いたらいいと思いますか。これはね、私こういうふうに聞いてました。隣の子の声が聞こえた子っていうふうにね、手を挙げさせるんですよ。隣の子の声が聞こえてきた子っていうふうに言ってね、手を挙げさせるんですね。そうするとですね、隣の子が挙げてくれない場合もあるわけですよ。つまりですね、個別評定の原則を使ってるんですね。そうするともう明確ですよね、誰が声が出て誰が出てないかって分かるわけですね。そうするとその次の音読からですね、ボリュームが変わるんですね。ですからこれ一斉音読している途中で入れてもいいわけですね。はい、ストップ、今隣の子の声が聞こえてきた子っていうふうにやって、はい、じゃあ続けますっていうふうにやればですね、必ず次は声を出しますので、これでボリュームアップが成功します。ですからここね、セットで一つで覚えておいてください。一斉音読の中で隣の子に聞こえる声で音読しなさいと言っておいて、で音読が始まった後ちょっと止めて、隣の子の声が聞こえてきた子というふうに聞いて、ね、そしてはい、じゃあ続けますというふうにやっていくといいと思います。まあ、これが今日の主張ですね。そしてもう一つだけ、こんな方法もね、意外と有効でした。何々を聞きながら音読しなさいです。何々を聞きながら音読しなさい。はい、何を聞いて音読したらいいんでしょうね。これはこうです。自分の声を聞きながら音読しなさい。これも結構声のボリュームが上がる助言の仕方ですね。自分の声を聞きながら音読しなさいですね。ぜひこれ2つ今日紹介しましたけどね、やってみてください。多分効果的だと思います。はい、以上です。では皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。